お初にお目にかかります。伊藤博文です。私がロンドン留学で見たものは、すべての人が夢を持って行動することで社会が生き生きする姿です。人は夢を持つことによって勇気が湧き強くなれる。そしてその夢は自らが行動すれば必ず実現できます。ぜひ大きな夢を持って一生懸命努力してください。きっと物事がキラキラと見えてきます。